はい、今回の動画は iPhone のカレンダーの表記を割れ木に変える方法をご紹介します。で、iPhone のカレンダーっていうのはね、今これ見てもらって分かるように、この2019年という形でね、西暦で表示されます。で、2019年のね、5月の1日からですね、新しい元号で令和に変わったということで、せっかくなんでね、このカレンダーの表記もですね、割れ木に変えたいと言った場合にですね、設定を変えることによってですね、このね、カレンダーの表記を割れ木に変えることができますんで、今回の動画ではね、その設定方法をご紹介します。それではね、設定のアプリの方を立ち上げてもらって、画面をね、少し下に下がってもらうと、この一般という項目がありますんでね、こちらをタップしてください。で、次にですね、こちらもちょっと画面下に下がると、言語と地域っていう項目がありますんで、こちらをタップします。そうすると、これも下のところですかね、この暦法って読むんですかね、これがですね、標準だとこの西暦、このグレゴリオ暦っていう形に、こちらをタップすると、この中にこの和暦というのがありますんで、こちらをね、タップして選択をします。はい、この設定をしてですね、もう一度カレンダーの方をですね、起動すると、今ちょっとこの動画を撮ってるのがね、まだ2019年の4月なので、平成31年という形になってますけどもね、割れ木の表記に切り替わりましたということですね。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。